はい、どうも、ミンヘラおじさんです。ですね。まあ、大阪から帰ってきまして、ちょっと横になってたところでございますが、疲れが取れないというところでございます。で、なんか知らんけどね、いつの間にか今208人まで登録者増えてるんですよね。で、自分の中で直近の動画で、増えたとはちょっと考えにくいなと思ってて、何が引っかかってるのかいまいち分かってないんですよね。検証が全然できてなくて困ってるというのと、まあ今ちょっとまだ頭がぼーっとしてるというか、なんていうんですかね、また睡眠不足というか頭に酸素回ってないので、何喋ろうかなというところなんですけども、一つは、なんていうんですかね、またチャンネル登録よろしくお願いしますということと、じゃあ小室圭さんの言うたらまあニューヨーク弁護士試験に関しての続報でですね、ちょっとだけお話ししようかと思ってます。で、弁護士資格の合格率自体は 70% 以上あったということで、やっぱりまあ高い合格率でしたねと。ただ、合格率といっても、一生懸命弁護士試験の勉強をした人の中での 78% とかなんで、お医者さんとか薬剤師さんとか、まあそういうレベルの人たちや、弁護士の試験を、まあ言ったら合格した日本人の人たちも含めてのですね、合格率なので、別に合格率が高いから、そんな受かってないとアホやろというつもりは全くないですと。ただ、小室圭さんに関しては、もうそもそも法学の初心者ですので、なんて言うんですかね、その合格ラインまで、全然ハードルが足りてない可能性があるので、次の2月の試験でも落ちる可能性がありますというところがまあ問題なんじゃないかなと思ってます。で、次の試験落ちたらですね、就労ビザが取れないということで、アメリカ移住計画が全部頓挫するというところなので、多分これから半年間ぐらいは缶詰で勉強するんかなと。で、その間は、眞子さまに食わしてもらおうかなというような話にはなりますけれども、多分食わしてもらったところでね、そもそもの地頭というかそのお勉強能力ですよねっていうのが、まあ言うたら経験値として足りてない可能性があるので、俺は個人的に落ちるかなというふうに思ってます。まあそれを言い出すと、なんていうんですかね、なんか人の不幸を喜んでるのかと。言われるのかもしれないですけども、私も公認会計試験受けてた身からしたらですね、もう端にも棒にもかからんときは、正直すっぱり諦めてしまった方が楽なんですよね。言うたら合格判定がずっといい判定出てるのに、東大行くねんって言ってるようなもんなんで、言うたら、東大受験生っていう名前ではすごい響きが良くてみんな頑張ってますねって言ってくれるんですけども、いざ蓋開けて、不合格でしたってなったら、不合格だったんですね、全然ダメでしたねっていう話にもなるんですけども、そのダメの幅が、言うたら合格、不合格ラインから、近いところであれば、可能性あるんですけども、全く届いてない可能性があると。で、いうところが、あるので、そこのところは、早いとこ修正しないといけないのかなというふうに思ってます。じゃあ何ができるのかと言われたら、それは私にもわかりません。皇族関係の仕事のサポートとか、そういう形で、なんとかまあ飯を食っていったらいいんじゃないかなぐらいでは思ってますけれども、少なくとも、彼の経歴とか、彼のまあ、まあ言うたら評判ですかね、弁護士資格落ちてからやっぱりそうだったかみたいな感じがすごい出てるんですけども、UFJ 銀行時代はまあ仕事ができないであるとか、言うたら人の、自分の責任を取らないとか、ああいうところでもありましたし、奥の法律事務所でも、厄介者扱いされてたというのを聞いているので、決して仕事ができる方ではないと。じゃあ座学はどうかという話なんですけれども、まあ銀行員であれば、多分ね、社内試験めっちゃあるんですよね。まあ保険会社のおじさんでもめちゃめちゃ試験受けてたんで、銀行員の若手なんかも結構、言ったら激務かどうかわかんないですけども、少なくともまあ定時まで働いて、さらに資格試験を受けるっていうのは結構ハードル高いんですわ、というところで、まあそれを、言うたら、すべてこなさずに多分辞めてるんですよね。大体、金属、言うたら、5年、6年ぐらいかけて全部取っていくんですけれども、それをしてないっていうことは、まあ言うたら1年半ぐらいで辞めてるってことは、多分その経験を全部、言うたら終わることなくやってるので、そういう筋トレですかね、試験筋トレみたいなのも全然できてないですし、まあ一橋の夜間に行ってたっていう話なんですけども、夜間、
まあ、ビジネススクールとかもそうなんですけども、まあ、サラリーマンからですね、入ってくる方って、そんなにめちゃめちゃ、学業優秀で入ってくるっていうよりも、どちらかというと実務経験があって、その、言ったら先に何かがあるから入りましたっていう方の方が多いんで、あんまりその、勉学に重きを置かれてないような気がするんですよね。っていうところで、まあ、経歴からしてもそんなに勉学を重きを置かれてないルートを歩いてるので、そういう方がいきなり司法試験やりますっていう話で、司法試験に受かるはずもなく、っていうようなところだと思うんですよね。しかも、法学部にも行ってないっていうことですから、ゼロベースでのスタートで、まあ、たかだか3年でですね、見えたら、まあ、ある程度の知識詰めるかと言ったら、まあ、詰めるケースもあるんですよ。詰めるケースもあるんですけども、彼の場合は、どちらかというと、下駄履いたりとか、いろいろしてる関係で、すごいとは見られてたけれども、まあ、いざ、蓋開けてみたら試験通らなかったっていうことなので、やっぱり下駄履いてたんだね、ということがバレてしまったと。いうところなんだと思うんですね。で、別に下駄を履くことは悪いことでもないですし、そういう形で配慮することも悪いことではないと思うんですよ。すべてがすべて、綺麗な世界ではないので、そういうような、言うたらまあ、コネであるとか、言うたら見えない力っていうのはまあ当然存在する世の中なので、別にそれを否定するつもりはないんですけども、やっぱり、なんですかね、結果として出なかったっていうところを、やっぱり皆さん注視してるんでしょうねと。なんでしょうかね。結局、弁護士試験受かってれば、多分周りもそんな文句言わずにですね、まあ、うまいことやりよったな、っていう形でですね、送り出してたと思うんですけども、まあ、陰口はまあ、多少あるかもしれないですけども、まあ、なるようにしてなったな、という形で、思惑通りやな、という形だったんですけども、そこがまあ、足元から崩れ去ってるので、まあ、どないすんねんと。ということですよね。で、どないすんねんということと、結局、眞子さまに食わしてもらうっていうわけわからん状態になってるんで、そこを言うたら皆さん言うてるんだと思うんですよ。で、まあ、それを挽回するためには次の試験受からないといけないよねという話なんですけども、その次の試験も、個人的には、言うたら実力不足の面が否めないと思うので、そこも、まあ、言うたら、落ちた、どうするんだろうなと、まあ、落ちてみないとわからないですし、ひょっとしたら何かの力が働いて受かるかもしれないですし、死に物狂いで受かるかもしれないし、それは、まあ、ああいうた蓋開けないとわからないですけども、まあ、依然あんまりいい状態でないということは、まあ確かかなと思ってますと。で、まあ、それがダメだったとしてもですね、何かしら食い淵が見つかるんであれば、いいと思うんですけども、まあ、暴露系の YouTuber にさえならなければですね、多分、言うたら、まあ、地道に何かしら働いてるというところで落ち着くんじゃないかなというふうには思ってますけれども、というところで、またなんか続報とかどうせ入ってくると思うんで、それについてもお話ししようと思ってます。で、まあ、もう一休みしてですね、本当にね、なんで伸びてるのかわかんないんですよね、登録者数が。なので、もう一度ちょっと考えながら、やっていこうと思ってます。で、明日に関しては、おそらく、マネックスの話をすると思います。まあ、今、ひょっとしたら大相場に乗れてるかもしれないなっていうマネックスなので、しかも今2400株持ってるというところで、昨日の時点で1日30万、まあ言い過ぎですけど、20万近くは、プラスになってです。25万かな、プラスになって、しかも、言うたら、6万ぐらい、現金も増えたというようなところから、また30万ぐらい増えそうなんで、そういうような話をしながらですね、やっていこうとは思ってます。うん。あとは、まあ、婚活の話が伸びてるとか、メンヘラの話が伸びてるとか、まあ、おじさんの、言えた近況で伸びてるのかっていうのがちょっとよくわからないので、それはまあ、試し試しね、やりながら、またやっていければなと思ってます。で、このペースで、1日あたり10人増えてったら、それは10日で300人になるやんけっていう話なんで、こっちとしては、ちょっとやる気が出てきてますと。やる気が出てきてるんですけども、正しい方向にやる気出せないと、これもまた、登録者が減るかもしれないとかね、いろいろ思ってしまうので、ちょっと、まあ、出すのを戸惑いながらですね、今模索しながらやってるところでございますので、また、なんか皆さんヒントがあれば教えてください。こういうのが、いけてんじゃないのとか、こういう動画があったら俺たち面白いからいいよとか、俺たちには役に立つからいいよっていうことがあればですね、またコメントとかいただければありがたいです。おじさんは、今、手探り状態でございますので、よろしくお願いします。以上です。